今日は10月27日の土曜日です。今日はバラの花束を描きます。昨日私の誕生日でしたので、バラの花束をプレゼントにいただきましたので、これを描いてみます。綺麗なバラの花がたくさん咲いています。こちらにも綺麗なバラの花が、たくさんついていますね。バラは私の好きな花です。赤のバラ、今は赤いバラをデッサンしています。ここにピンクと、ここにやや白いバラの花が咲いていますね。間につなぎに何かこの笹の葉っぱのような感じの、笹の葉っぱのような植物がここに入れてあります。向こうの方にも何かお花をつなぐようなグリーンの綺麗な笹、ここもまた笹の葉っぱのようなのが咲いています。バラの花のデッサンができましたので、彩色に入ります。バラの花から彩色しましょう。ここにピンクをまず彩色していきます。ここにもう少し濃いめのピンクを、濃いめのバラの花を彩色しましょう。この向こうには、真っ赤なバラが咲いています。バラ一色塗りましたが、もう少し立体感を出すためにもう一段階、ちょっと暗いめの色を作って、少し立体感を出しましょう。2色塗ることによって明暗がはっきりしてきますので、少しバラの平面的な感じから少し立体感を表現できていますね。もう一つ最後に、赤いバラを彩色していきます。ここには少しクリーム色のような感じの綺麗なバラを彩色しましょう。お花の彩色が終わりましたので、今度はここに、グリーンの色でちょっと触ってみると、
か笹のような感じのする植物をグリーンの色で彩色していきましょう。この影の部分を少し白緑でつないでおきます。これでバラの花束の絵が仕上がりました。